狂気に見えてしょうがない。ね、楊平がね、言えば言うほど、これ見ている人ね、ダクトはただの中二病じゃねえかって。<laughs> 何言ってんだよ <laughs> <に>僕なんか超可愛いゴルゴサーワンだよ。<laughs> その人のことは他の人よりも信じているもしくは信じたい、うん、って自分で思ってる。そうですね。うん。それ間違いね。 でも何度か,かレストランとかでも次相手がもうワンアクションあったらやりに行くいや<ん>そ,それはそれは状況が違う1対1だったら僕やらないから相手が3人とか4人だからやるだけであって、はい、<laughs> それ一人で行こうとしてますよね <laughs>、はい、<laughs> あれ もう4人だったらしょうがないじゃんやるしかないからさ <laughs> いやその4人がかわいそう本当に <laughs> 格闘技にも精通されてるの知ってたんで強いっていうこと自体はイメージは知ったんですよただ昨日知ったのは全てが狂気ってもう指一本一本とか足の指すらもとか全てがすねも何も何もかもが もう兵が,、ね、がね言えば言うほどこれ見てる人ね「バクトはただの中二秒じゃねえか」って言われるんで <laughs> 本当に本当にマジで勘弁してくれる二秒で殺される時代ただのミュージシャンだから <laughs> ミュージシャンのふりをした人間狂気に僕の中でももう完全に思えて「ゴルゴ13」の武器なくてもいける番みたいな何言ってんだよ <laughs> 本当<に>僕なんか超可愛いゴルゴィ3 1だよ 1> <laughs> めめちゃくちゃゃくアイスクリーム舐めてるよもういやいや <laughs> 昨日のショックがねいまだに抜けなくて人間の全てのパーツがここまで人を傷つける武器になるんだっていうびっくりしましたね僕らが想像してたパンチって何だったんだろうっていうようなじゃあ年重ねるって面白いなと思わない年を重ねるんですかそそうそう、僕はね、20歳のの頃本当にさ、40とか50の人見て、はい もういつもってたんだよ。いつでも「こんな親父連中くそだな」とかって思ってたんだよ。で自分がその年になっていって、うん、今この48じゃん、はい、で毎年毎年やっぱ学びがあって、はい、ああ その体力で言うと確かにね20代の子たちには負けるところはあるのかもしれないけどい,いろんないろんなところで学んでいろんな応用力がついて学習して応用力がついてるからじゃあ今同じように自分が二十歳の時に今の自分を見て勝てるって言われたらじゃあ一回やってみようかって多分言うと思うんだよね。はい だからやっぱりね年を重ねるっていいなーって本当、うん、<laughs> 最近よく思うね漫画の世界の達人みたいな生き物ですよねなんかいやいやミュージシャン <laughs> 本当にミュージシャンあっ一番正確に表す、まあ、漫画に例えるならシャモですねもうシャモの中の人物ですよね あのね、シャモンの,の中にミュージシャン誰も出てきてないから <laughs> い <laughs> <laughs> 誰も出てしょ、まあ、少年院のおじさんぐらいしかいないからさ <laughs> そうですスタート少年院ですから <laughs> <laughs> で今回はですね、まあ、そんな感謝のお話とかもあった中でですね今回また新刊の制作に向けてですねいろいろちょっと話をお伺いしていきたいなと <laughs> また作んのまた作らせてくださいちょっともうせっかくね回り<ん>、まあ、たと時間もありますし今でこそですよ こんな状況で本を作るほど楽しいもののなないいいじゃないですか何があんの僕にいやあるじゃないですか。はじめねもう感謝みたいなねあの方向の本と思いきやですよ <laughs>、えーまあ、ちょっとタイトルはまだ仮タイトルですけれどもコンセプトとしてはガクトの「黒すぎる心理術」っていうようなもののテーマでですねいろいろ話をお伺いしたいなと思ってるんですけど。 まあ、なんでそういう本を作りたいなと思ったかっていうとガクツさんって公私ともにそのいろんな人と出会ったりとかその話しする機会が非常に多いと思うんですけれどただガクさんってその知名度からいろんな人集まってくるじゃないですか知り合おうとしたりとか一緒にビジネスしたりとか純粋にお会いしたりとか友達になりたいとかそういうのもあると思うんですけどその中には当然そのいい人も悪い人もいると思うんですよね。うん、でそんんな中ででで、生き抜抜くく上上とか、もちろん勝ちろ勝 その相手の本心やを見抜く力ってうすは一方でそのガクトさんってプ,プライベートとかではそのポーカーとか、まあ、ゼノとかそういう心理戦が必要となるゲームがすごい好きでやられてめっちゃ得意じゃないですかガクトさんで例えばポーカーをやる時とか駆け引きとかだけではなくて相手のカードを読みに行ったりとか何でそのカードがこうだって分かったんですかっていうと遡って一番初めのところのその人の取った行動から 推測してこれしかないっていうところまで読んでいくじゃないですかポーカーとかはまさしくその心理戦の中であるとは思うんですけれども日常生活でもこういう関係も含めビジネスとかも含め心理戦っていうのは行われていると思うんですね、うん、その道の人間狂気でもありながら心理戦の達人でもあると僕は思っていてそういったところについてちょっとお話をですね聞いてみたいなといやただね思うけど 僕が今その人を見てこの人はこういう人なんじゃないのかなっていうのは失敗してるからああ経験い。いろんな経験いろいろ騙されたしで騙された原因とかいろいろ考えてもああこういうことだったのかなって思うこともあるしまあ,あと何なんて言ったらいいかなやっちゃいけないことってあって人に対して。モラル いやそういう意味ではなくて人に対してやこれをやってしまうと騙されてしまううんあそういうのもあるんですね、うん、そのいくつかの条件をしっかかり自分ででキープできるかどうん人間ってまずは自分が出会った人運命的に出会った人を信じたい傾向があるから。 ドラマチックに出会った人や、自分を助けてくれた人を。大切な人だと思いたい傾向がある。で、その人のことは。他の人よりも。信じている、もしくは信じたい。うん、って自分で思ってる。そう,ですね、うん、それは間違いね、うん。関係ない。関係ない。関係ない。<ー>そもそも、そういうふうに思ってしまう人たちは。 そう思えるる人が少なすぎる、うん、つまり数少ないキーパーソンだと勝手に自分で思い込んでる節があってうん、うん、数少ないキーパーソンだから切れない、うんうん、何かの理由をつけてその人が自分から,分からは切らない理由を必ず作る。うん、感謝みたいな気持ちかからのっていいうことですかねいや違う感謝ではなくて単純に、うんえー、これ何ていうのかな何を食っていうのかな。 その人たちを切ることができないだけ単純に失いたくないっていう気持ちだけあじゃあ依存が入ってくるあ依存何て言うかな極度の依存人に対するなるほど、うん、もう自分で依存してることにも気づいてない人も多い、うんうん、そういうことですねで、そこを信じ込みすぎちゃうと逆に見えなくなるみたいなそういうことですかね もちろん信じ込みすぎると見えなくなるし全ての人に対して8割はオープンにしてもいいけど2割は自分の中で必ずクローズにする癖をつけないとダメだっていうことそしていつでも切る準備をしてなきゃダメだっていうことで自分の中でルール決めがあって例えばこれこれこういう問題が起きた時は切ろう人間関係はね。 っていうルール決めはしっかりやっておくべきだと思うね。例えばどんなに小さな金額でも金銭関係でトラブったときには必ず切るとかね。もうルール決めが必要。いくらだからオッケーとかじゃない。金銭の問題が起きた瞬間にはもう切るって決める。うんそれは金額の大小じゃないんだよね。うん、そういうことが起こる。 可能性があるかかない,かいうそう小さい金額で問題を起こしている人が大きい金額だと問題を起こさなかったら起こすから,からよくね勘違いする人多いんだよね、うん、それぐらいの金額だからってみんな言うんだけど、うん、違うからってその金額でも問題を起こしてるのにうん、うん、もっと大きい金額を扱うようになったらもっと大きな問題になるぜって話なんでだ,だからみんな勘違いしてるんだよ金額の代でそのなんか問題を起こす 人が仲間にいて自分たちも例えば親友だと思ってた人がその金額が小さいものをまあ損失を自分に与えたもしくはいろいろあるよねお金を貸したとか本来払わなければいけないとこ払わなかったとかところがその金額が少なかっただからそれはもういいじゃんって言うけどそうじゃない大小の問題じゃない金額,の金額においてトラブルが起きた時点で関係は切るべきとかね 自分の中でルール決めをしっかりやるっていうことが大切なるほど。 Thanks, thanks so, so much, much for coming, for coming. Please, please go, go home, home safely. safely and don't, and don't forget, forget to, to always walk, walk on the wild side, side.